たいと思います。昨日ですね、こちら、うん、字が打ってある面ですね、こちらは、まあ、表だとすると表の方は、まあ、7、8割終わってまして、裏の方はまだ砥石で研いだ後まだ磨いてないんですけど、今日この裏面から先に磨いてですね、またさらに両側きれいに仕上げたいと思います。で、使う材料としましては、研磨材がこのピカールになるんですけども、これをですね、こういった木のお箸を使ってこの研磨材を包丁の面を滑らしてですね、削っていきます。この箸を使っているのはですね、まあ、こう効率よく磨くのに、この棒をこすりつけてですね、比較的こう効率よく粗く磨いていくことができるんで、このお箸を使っています。こんな感じでですね、汚れては拭き取って、でまた研磨剤を塗ってというのを繰り返してですね、しばらくこれで磨いていきたいと思います。先ほどまでですね、この割り箸の、まあ、この棒の面でですね、こすって、まあ、割と綺麗になったんですけど、仕上げはですね、より強くこするんで、この背の平らな部分ですね、これをここへこすりつけてですね、模様を見ながらですね、傷を見ながら丹念に磨いていると、こっから時間かかりますね。まあ、こちらとこちらを組み合わせてですね、結局金属より硬いものでは傷ついちゃいますから、まあ、柔らかい木で、でこの研磨剤をですね、うまくこすることで表面の傷を少しでも、細かい傷までですね、磨いて取っていこうということで、このやり方で今はこの背を使ってですね、やっぱりこう傷が多いところはこすってるとザリザリ音がするんですね。まあ、もともと砥石で研ぐときにこういう、元の部分ですね、ここって非常に研ぎにくいんで、傷が、砥石でかなり傷がついちゃってるんで、今回のこの研磨でもう完全にきれいにすることはちょっと難しいんですけども、できるだけですねきれいにしていきたいと思って今このように磨いております。何時間かかかるかと思うんですけど、今日仕上げてですね、撮影してみたいと思います。ちょっと机の上をきれいに片付けまして、この、まあ、磨いた包丁をですね、最後にこの新品の金属磨きのクロスでですね、きれいに磨いて終了したいと思います。最後は手作業でやります。手作業っていうか、手で磨いていきます。